ダルビッシュの発音を聞きましょう。イランじゃなくて、イランですね。この赤い絵読んでくださいね。これは、あじゃなくて、これは、えだから。イラン。まあ、イラン語で、イランって言うかもわからんけど、日本でもイランって言うんじゃないですか。でも、よくアメリカでは、イランって言うから、ダルビッシュの発音を聞いて、アメリカ人に聞こえますよね。 ダルビッシュさんは発音のチェックいらん。違うかもうコンシステンいや。<consistent>, yeah. ちょっと待ってくださいね。O が見えるんですけれども、これはコンシステントじゃなくて、これはコンシステント。このオレンジの色を読んでくださいね。これはコンじゃなくて、これはケン。だからコンシステント。もうコンシステンいや。英語がわかりにくいんですね。だって O が見えたら、O という発音がするでしょう。いや、違いますね。特にアメリカ英語の母音を見ると、 どういう発音するかわかんないじゃん。いろんな発音するから、この色を読んでくださいね。c o n s i s t e n この英語から振り仮名気になりますかちゃんと聞きましたか ?lots of people ね。O が見えるんですけれども、今回 lots って言いましたよね。よくアメリカ英語では O が あーになるから気をつけてくださいねこの緑のを読むと、あーという発音だから、lots!I think it's obvious that Darvish has been speaking a lot of English.Woken up and then eat more?Moa、yeah. more じゃなくて more。Darvish さんの R の発音聞きましたか本当にアメリカ人に聞こえるよね ?More, more。じゃなくて Woken up and then eat more?

でも文法のミズがあるとダルビッシュさんはまあ帰国史上じゃないかもね。Someday I, I can speak fluent English, but someday I couldn't.Someday より somedays って言った方がいいですね。なんでかっていうとちょっと別の意味になるからね。そうだよね。S かないと someday イコールいつか。Someday I, I can speak fluent English, but someday I couldn't. でもダルビッシュさんはいつかの話じゃなくていつもの話してるから Someday より Somedays って言った方がいいですね。Um, I was s t r u g g l e a little bit about my command, but this year I'm healthy.I was s t r u g g l e より I was struggling って言った方が文法的に考えると正しいですね。I was s t r u g g l e って言われてもわかるから問題がないと思うんですけれども正しい文法だと I was struggling って言った方がいいですね。Um, I w s t r u g g l e a little bit about my command, but this year I'm <Healthy. S> 1回してるかどうかっていう問題ですねだから100%分かってるから問題はありませんダルビッシュの省略パターンを聞きましょう I want to help people lots of people I want to help people って言ったらもちろん100%分かってますでももうちょっと流暢な英語で言うと I want to help people って言った方がいいですね I want to help people って言ってもね 不自然ではないんだよねただ日常的に英語を使ってったらね「罠の方が多いからどうぞ「罠使ってくださいね「you know, I w a n t o ほら!「I wanna give more」って言ったじゃないですかやっぱりダルビッシュさんがこういう省略パターン分かってるじゃないですか使ってもいいし使わなくてもいいしただ省略パターン使っちゃうと自然な気持ちがしますねちょっと英語ネイティブに聞こえますよね you know, I wanna give more. waiting for the t 2ってはっきり言うと、まあ、教育英語弁ですね。ねこうやってインタビューしながら、ワナの方が自然ですね。ねやっぱりダルビッシュさんはいろんな人と会話してるんですよね、英語で。通訳者も使ってないし。t h a t second, second half gave me a lot of confidence.A lot of the 省略パターン聞くと、英語ネイティブに聞こえるよ。A lot of より a lot of.The s e c o and the second half gave me a lot of confidence. And この t がグレーになってるんじゃないですかだから t の発音より d の発音がしますね。あらら。それで f の発音しない。だから透明になってますね。あらら。あららら people use あららだからラーラ使ってくださいね。ダルフィッシュさんのリスニングを聞きましょう。別に僕の耳でも鼻でも何でも触ってもらって大丈夫です。<laughs> Anybody can come up and touch my ears, touch my nose, touch my wherever. <laughs> <laughs> いいんでで。すすよよね。ね。だってて英語語の質問聞いてすぐ答えましたよ、ね、日本語でやっぱりリスニングがいいんですよね。でもこれ英会話レッスンじゃないから、野球のインタビューだから、仕事だから、英語の質問聞いてすぐ答えれるのが、まあ、英語を理解してるという意味ですよね。他の日本人の野球選手と比べたら、すごいじゃん。 ほんじゃ、ダルビッシュさんの英語はどうですか英語ネイティブじゃないと思います。それで帰国子女じゃないと思うし、勉強してないって言えないやろそれで通訳者使えない時があるから、勉強中って感じもしないよね。ダルビッシュさんは英語ペラペラですね。パチ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 ,パチ。他の日本人の野球選手と比べたらね、 すごい。通訳者使っちゃうとちょっと残念と思うんだけど、英会話レッスンのためにインタビューしてないんじゃないですか。だからたまに使ってもいいと思うんだよね。困ったら使っていいと思うんだよね。でも自分で頑張ってるのはすごい。動力ありますね。やる気あるんだよね。発音も上手いし、省略パターンも使ってるし、やっぱりダルビッシュさんはいろんな英語ネイティブの人と会話してるんですよね。いっぱい経験がありますよね。 だから君が英語で喋れるようになりたかったらね、英語の勉強より、とりあえず、英語で喋ってよ。英語で会話しましょうよ。そうすると、すぐ上達しますよね。文法のミスがあっても大丈夫だから。これ、ちょっと聞いてくださいね。ダルビッシュのアドバイスですね。そしてアメリカ人の人で多いのが、 ちょっとでも発音が違うともう全く理解をしてくれないって人は結構いますただラテンの人とかはあのそのそ言葉が第一言語が英語じゃない人ですね例えばスペイン語のいに英語を覚えてるって人たちは結構発音が悪かったり文法が悪めちゃくちゃでも理解してくれますなんでかって言うとそういう人たちと近くにいることが多いし自分もそうだからこう言おうとしてんじゃないかっていう力があるので あれ、あれです。ただ、あの、アメリカ人の人とかで、全く周りにそういう人たちがいない。第一言語は英語のみとか、まあ、言語は英語のみっていう人たちは、えー。なかなか理解してくれます。だから、その、意外と発音っていうのは大事です。いくらこの英語で、あの、文法とか、勉強、ね、覚えて、勉強で全部覚えてても。 発音が全くダメだと全く通じないっていう経験してる人いっぱいいると思うので。そう。やっぱり発音ですね。もし誰かと喋ってたらね、相手が理解してくれなかったらね、それは君のミスですね。申し訳ない。そうですよね。 発音のミスすると国語しかででききなないいアメリカ人は聞き取れないんすすよねすっごくカタカナ英語で喋っちゃうと聞きづらいんですね聞きにくいですねもっとスムーズに英語で会話したかったらね文法より発音の勉強してくださいねダルビッシュさんが言ったように So my dad came from he grew up in Iran more consistent yeah I want to help people lots of people woken up and then eat more Yeah. i couldn't speak english a lot so you know people doesn't have a chance to know me someday i, I can speak fluent english but someday i couldn't um, i will struggle a little bit about my command but this year i'm healthy i want to help people lots of people you know i want to give more weight for the Cubs. that second, you know, second half gave me a lot of you know, confidence and 君は、もっとアメリカ人みたいに喋れるようになりたいんですかほんじゃ、海先輩の無料の3ステップ学習法のオンラインセミナーに登録してくださいね。今週の日曜日の11時からスタートするから、遠慮しないで、今週の生放送のオンラインセミナーに登録して、一緒にもっとアメリカ人みたいに喋れるようになりましょう。起立。礼。ではまた今度よろしくお願いします。